ゼロアイネオンの色違いだって？安心して、僕もそう思うから。おお、かっこいいぞ。変身するにはここのボタンを端押しします。では行きます。変身ダストチャンネル。ダストチャンネルのダストです。本日紹介するのはこれだ。じゃん、ウルトラマンタイガーナルデラックスニュージェネレーションアイダー、イエーイ。さあ、劇場版のウルトラマンタイガーのおもちゃがついに出ました。こちらは劇場版ウルトラマンタイガーニュージェネクライマックスに登場するタイガがウルトラマンレイガーに変身するためのアイテムで、銀河、ビクトリー、X、オーブ、ジード、ロッソ、ブル、グリージョ、タイガ、タイタス、フーマの力を秘めた豪華絢爛なアイテムになっています。すごい面々だよね。え？ゼロアイネオの色違いだって？安心して、僕もそう思うから。ということで、どんな感じで違っているのか見ていきましょう。まずは箱から見ていきます。箱の正面はこんな感じ。これがニュージェネレーションアイですね。ニュージェネレーションヒーローズの力が融合。今回のニュージェネレーションアイにはニュージェネレーションレッドが1個付属します。箱の横側はこんな感じ。反対側の横側、上側はこんな感じで、下側はこう、後ろ側はこんな感じです。ニュージェネレーションアイは変身遊びとセリフ&必殺攻撃遊び。ニュージェネレーションレッドはタイガースパークと連動します。では中出していきましょう。さあ、どんな感じで入ってるかな？せーの。よっ！出します。はっ！お、ブリスター。おお！かっこいいぞ！はい、中出してみました。ではそれぞれアップで見ていきましょう。まずはこちら、ニュージェネレーションレッドから。これはウルトラマンレイガーがデザインのモチーフになっています。いつも通り前面はすべて塗装。ここはシルバーでメタリックブルー、ゴールド、メタリックレッドですね。一周ぐるっと見ていくと、こんな感じです。続いてこちらがニュージェネレーションアイ。色は、成型色はレッドで、このあたりはすべて塗装になっています。レンズはクリアイエローですね。一周ぐるっと見ていくと、こんな感じです。パッと見。ゼロアイネオと同じですね。上側、ここはボタンですね。下側、お、なんだこれは。ここ汚れ入っちゃってる。まあいいか、これ気にしないでおこう。多いお茶のペットボトルと大きさを比較するとこんな感じ。これでだいたい大きさは想像していただけるでしょうか。ウルトラゼロアイネオと比較するとこんな感じ。これはもう全くの色違いですね。後ろ側も一緒。 Gドライザーとの接続ジョイントも一緒なので、これ G ドライザーにくっつきそうですね。では音声聞いていきましょう。まずはニュージェネレーションレッドとタイガースパークとの連動音声を聞いていきましょう。では行きます。ニュージェネレーションレッドコネクトオン。LED 箱は7色ですね。これは必殺攻撃音みたいですね。さあ、お待たせしました。いよいよニュージェネレーションアイの音声を聞いていきましょう。まずは絶縁シート取ります。電源は後ろ側のここですね。じゃあ電源オン。おお、こんな音声か。まずはウルトラマンレイガーに変身してみましょう。変身するにはここのボタンを端押しします。では行きます。変身おお、ウルトラマンレイガー、そしてニュージェネレーションたちの声が一斉に入ってましたね。これは豪華絢爛。劇中だとこういう感じで変身するんでしょうか。これでウルトラマンレイガーに変身するわけですね。ちなみにこれ同時発売されたソフビです。ついでなので見てみましょうか。こんな感じですね。顔もすごくかっこいいですし、このスーツカラーもすごいですよね。一周ぐるっと見ていくとこんな感じ。背面は塗装を省略されてますね。かっこいい。続いてセリフと必殺技音声を聞いていきましょう。セリフは3種類あって、必殺技音声は1種類。ここのボタンを長押しするたびに順番に音声が鳴るようです。
では行きましょう。一つ目。ものすごいパワーだ。ものすごいパワーだ。これはひろゆきの声かな。二つ目。来るぞ、ひろゆき。今こそニュージェネレーションレッドを使う時だ。来るぞ、ひろゆき。今こそニュージェネレーションレッドを使う時だ。これはタイガの声ですね。では三つ目。これで終わりだ。僕とウルトラマンの光で邪悪な闇を打ち砕く。これはひろゆきの声ですね。これで終わりだ。僕とウルトラマンの光で邪悪な闇を打ち砕く。続いて長押しすると必殺技音声が流れます。いきます。レイガアルティメットブラスター。レイガアルティメットブラスター。これで一通りの音声は聞きました。では G ドライザーと連動するかやってみましょう。まずはニュージェネレーションカプセルアルファをセット。そしてこちらニュージェネレーションカプセルベータをセット。さあでは合体できるかやってみましょう。どうかなよっ。お、できた。あ、待機音はウルトラゼロワインネオの時と一緒ですね。じゃあスキャンさせてみましょう。いきます。いきます。変身はゼロビヨンドになっちゃうんですね。音声はニュージェネレーション I をセットしてもゼロワイネオの時と一緒です。ということで本日はデラックスニュージェネレーション I を紹介しました。正直実際に手に取るまではリデコだしきっと新しい感動は少ないんだろうなと思ってたんですけど、実際遊んでみると配色はいいし音声がめちゃくちゃ豪華で感動しました。ニュージェネ好きな人にはもってこいのアイテムだと思います。 G ドライザーと合体するのも良かったよね。ということで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしこの動画面白いと思っていただいた方は、チャンネル登録と高評価、そしてツイッターもやってますので、そちらのフォローもお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ダストでした。バイバイ。